どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、シーズン4がいよいよ始まりましたね。今のところなかなか調子が良く、11試合でマスターボール級に戻れました。これが12試合目、マスターボール級の初戦だな。さて、今使っているパーティーはこちら。ついに巨大マックスグリムオンが解禁されたということで、巨大マックスできる妹の方を連れてきました。どうもどうも、よろしくね。トリルエースとして運用するため、命の玉を持たせ、トリックルーム指導要員として、新たにミミッキュを育成しました。タスキを持たせなくても化けの皮で行動保証があるのが強いですね。型も読まれにくいしな。持ち物のリリバのみは、鋼技を半減するもの。最悪型破りドリューズと対面しても、ひるまなければトリルを展開できるようにしています。あと大きく変わったところは、バンギラスのスタメン復帰か。そう、まさに相手にいるラプラス対策。トリトドンだとフリーズドライがきついからね。ジャクコバンギなら切り返せるってわけか。まあ今回はギルガルド選んだからバンギはお休みだけどね。ギルガルドは、聖なる剣を瓦割りに変えているよ。これもラプラス対策。シーズン4は、巨大戦術という強力な技を使える。巨大マックスラプラスも解禁されたからな。うん、対策が必須かなと思い、このようなパーティーにしているよ。さ、相手さんどういう戦術で来るかな。とりあえず初手のギルガルドで一匹突破して、ミミッキュグリムオンを通していけたらいいわね。相手さんも戦術が決まったみたいだぜ。対戦、よろしくお願いします。どういう作戦で来るのかな。難しいパーティーの組み方してるから、よくわかんないのよね。あと巨大マックスラプラスもまだあんま慣れてない。初手出しとかあるのかな。お、ギルガルドだぞ。むむ、かぶってしまったわね。それはあんまり嬉しくないな。なぜならこのギルガルド、シャドウボール覚えさせてないのよね。影打ち打ちちゃうとブレードフォルムで攻撃受けちゃうし、まずはキングシールドかな。とりあえず様子を見るんだぜ。まあシャドウボール来たら結構やばいんだけどね。よく見たらこっちの戦術、ゴースト技ぶっ刺さりじゃねえか。ギルガルド重いな。とりあえずキングシールドしたけど、相手の技次第ね。攻撃してくるようだが。シャドウクロー、それは助かった。キングシールドの効果で攻撃下がるよ。相手もギルガルド物理型だろうから、これは効いたな。さて、相手さん次キングシールドだと思うんだよね。てか影打ち打って禁止だったらかなりきついから。ここはミミッキュに交代、トリックルームの起点にしようと思います。トリルさえ展開できれば、グリムオンのダイバーンでなんとかできそうだしな。さあ、キングシールドしてこい。おっと、交代か。まあそれはそれでいいでしょう。て、ミミッキュ？マジかよ、いきなり2匹もポケモン被る？これは珍しい試合展開だな。最初の2匹、しかも出すタイミングも同じという。でも私のミミッキュはトリル型。素早さ最地だからトリル化では抜けるはずよ。ということでもうトリックルーム行っちゃいます。ちなみに努力値は HA ぶっ破。実体重技として呪いをゴースから遺伝させているよ。いやー、ここに来てまたミミッキュの負荷厳選するとは思わなかったよ。トリル起動薬として超優秀だからな。あれ、超優秀なトリル起動薬といえば、オイラがいるんですけど。すまんマスボ級で使ってる人見たことないんだわ。相手もトリックルームじゃないのよ。マジか、そんなことある？ここまで行動が被るとは、この人とは友達になれそうだわ。てかこれでトリックルーム元に戻っちゃったぞ。こんなことあるんだな。それなら化けの皮剥がしておくべきだった。何してくるかわかんないけど、次もトリルだったら嬉しいのでここは影打ち。相手さんグリムオンより遅いポケモン多分いないよな。おっと、引っ込めてきた。ギルガルドか、影打ちが入るのは嬉しいが、3匹目は見せてくれないな。ほんと、どのポケモンがエースなんだ。でもこれでギルガルドは結構削れるはず。ジャクコか？そうじゃないみたい。まあジャクコだとしても化けの皮あるから大丈夫だけどね。そしてギルガルドは鈍足だから、ここでトリルは押せないわ。シャドウクロウで落としてくれるといいな。お、相手の方が先か。ということは影打ちかな。あれ、アイアンヘッド、私のミミッキュの方が遅いんだ。っていうかここ、頼むからひるまないで。さっきもアーマーガーのアイアンヘッドで、ひるんで負けた試合があったんだよね。よし、これは確実に落ちる。相手ブレードフォルムだからね。このミミッキュは A 特化だしな。ちなみに本当はシャドクロよりジャレックの方がいいかもだけど、フェアリー技はグリムオンが持ってるから。ってことでシャドクロにしてるよ。でもノーマルタイプ来たらきついからな。今後変えるかもしれないぜ。さて、先ほどのトリルミミッキュが出てきたわね。ここは化けの皮剥がすだけなので、影打ちで。相手のミミッキュの技構成とかも気になるよな。おっと、私が先に攻撃できるのか。それじゃあ影打ち以外かな。で、ダメージ食らった。ゴツゴツネットか、参考になるな。ということは努力値は HB かな。それなら次の攻撃耐える可能性があるぜ。え、影打ち。これで二つのことが分かった。相手のミミッキュは再起ということ。そしてシャドウクロウは持っていないということ。
つまり同速だから、どっちが速いかは完全に運次第だぜ。頼む。く。ダメか。まあ運が悪かった、仕方ないんだぜ。あのミミッキュ。ギルガルドの影打ちで飛ばせるかな。HB なら微妙なところだな。まあその分比ダメも少なくなるとは思うけど。あ、っていうかアイアンヘッドもあるじゃん。それなら飛ぶわ。お、相手さん呪いだな。やっぱりトリル型ミミッキュは覚えてるよね。これでギルガルドは継続的にダメージを食らってしまうわ。だがこれでミミッキュは倒せる。数的には有利だな。相手の最後のポケモン、なんだろうね。トリルミミッキュを入れてるってことは、足の遅いポケモンだろうけど。ローブシンとかかな。それならタイプ相性的にありがたいんだが。っていうかそもそも、私のようなトリルパに対する、切り返しとしてトリックルームを使った説もあるわよね。確かにな。だとしたら相手さんめちゃくちゃうまいな。さて、ギルガルドの HP はあと99か。相手の攻撃をどれくらい耐えてくれるか。おお、ラプラスだ。そうか、やっぱり巨大マックス強いもんね。まさにこのために、瓦割りを覚えさせているんだけど、それまで耐えられるかどうか。相手が壁を張る前に使っても意味ないからな。今グレードフォルムになってるから、まずはキングシールドしないとだし。お、やはりダイマックス、ここは巨大戦力使ってくるかな。その後の攻撃を、一発耐えられるかどうか。これが環境で猛威を振るう巨大マックスラプラスか。一気にネッシー感が出てきたな。さあ、とりあえずキングシールドでターン稼ぎ、と思ったけどミスったかな。ワンチャン巨大戦力耐えた？それなら瓦割りが最適解だが、特防種族値50のグレードフォルムじゃさすがに厳しくねえか。おっと、やっぱり巨大戦力ですね。氷タイプの専用ダイマックス技、ギルガルドには公開マストツだが、これでオーロラベールが貼られちゃうのよね。物理攻撃も特殊攻撃も、どちらも半減されてしまうぜ。おお、綺麗。と見とれてる場合じゃなかったわ。そうだ、ギルガルド呪われてるの忘れてた。それなら絶対次の攻撃耐えれないじゃん。今度は当倍のダイストリーム打ってくるだろうしな。ここはもう影打ち、最後に少しでも削ってもらうわよ。まあほとんどダメージは期待できないがな。でも最後まで頑張れギルガルド。うん、しょうがない。よく頑張った。せっかく仕込んだ瓦割りは披露する機会がなかったが、キングシールドで相手のダイマックスターンを消費させただけで偉いんだぜ。ただこれで雨になっちゃったから、次からの水技がきついわね。さあ、残るはブリムオンのみよ。頑張って。ふん、巨大マックスラプラスがなんだっていうのよ。あたしだって巨大マックスできるんだから。そうよ、みんなラプラスにばかり注目してるけど、巨大ブリムオンも解禁されたということを思い知らせてやりなさい。いやあ、ついにランクバトルで使える時が来るとはな。さて、まずは大ボール。これで相手のダイマックスターンを終わらせます。雨状態でのダイストリームはかなり辛いからな。いやあ、それにしてもこの戦い、まさにシーズン4って感じだな。お互い解禁されたばかりのポケモンをエースにしてたからね。さてここでグリムオンの専用技、巨大天罰をいよいよ使う時です。追加効果で、相手を混乱状態にすることができるぜ。さて、トリックルーム使う暇なかったのでここは高校ですが、今こそ、裁きの時。くらいなさい、巨大天罰。おお、すごい迫力だ。ひよこが出ましたね。これで相手のラプラスは、3分の1の確率で技を出せず、自分を攻撃する。さてここ、ダイバーンで天候を晴れにし、次のターンの火ダメを抑えるのもありですが、私は巨大天罰を信じる。混乱の自傷ダメージが入れば、飛ばせるかもしれないのだ。半分弱くらい削れたからな。さあ、どうなる？よっしゃー。おお、自分を攻撃した。さあ、これで。いや、耐えるんかーい。C 特化ダイマックスタマブリムオンの一気技を2回も受けれるとは、オーロラベール強すぎだろ。てかこれヤバくねえか。雨状態だし、相手の歌方のアリは多分耐えないぞ。大丈夫、信じるんだ。巨大マックスブリムオンの強さ、今こそ見せつけるとき。きたー。すげえ、混乱の自傷ダメージで勝ち、どれ高的に最高じゃねえか。ふふ、ちゃんと見てた？これが私の力よ。ナイスだったわブリムオン。対戦、ありがとうございました。ということでいかがだったかな？うまい具合に勝ててよかったな。まあ正直ダイサイコレンダの方が、安定して勝てたとは思うが。
嘘。それは黙っておきましょう。あ、プリムオン妹にもマスターランクリボンがもらえたわ。やった、お姉ちゃんに見せてあげよう。よかったなプリムオン。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見てくれた方におすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひそちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録もまだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いします。なんだぜ。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。まったねー。